お待たせいたしました。AWS ソリューションアーキテクト浜真一より欲しかったのは AWS アップランナーでした。とあるウェブアプリを AWS 上でいい感じに公開する話と題しまして講演をさせていただきます。はい、皆さんこんにちは。AWS ビルダーズオンラインシリーズへようこそ。このセッションはですね、主にウェブアプリケーションを開発している方向けのセッションです。 手元にあるラップトップの PC ローカルで動くウェブアプリをですね AWS を使っていかにして世の中に公開しようかと悩んでいるそんなとある開発者のお悩みをテーマにしたセッションです私濱と申します AWS で西日本のスタートアップを担当するソリューションアーキテクトをしています過去の登壇スライドなんかはですねスピーカーデックに上がっておりますのでもしよろしければそちらもご覧いただければと思いますあ。 またですね、本日ツイッターハッシュタグ AWS ビルダーズで本日のセッションだとかで、ね、つぶやいていただければ、えー、嬉しいと思っております。本セッションではこのような想定をしています。本日このセッションに参加いただいている皆様はですね、アプリケーション開発の経験はあるけれども AWS サービス自体はまだ最近触り始めたところだ。できるならビジネスロジックの実装に専念したい。 ネットワーーークとととかかかロードバランサ CI CD、の設定とかめんどくさいです。手元で動くウェブアプリケーションがあるけどまずはできる限り手軽かついい感じに公開する方法が知りたいそういった皆様を対象としていますそして本セッションのゴールはですね AWS 上で Web アプリケーションを実行する上での選択肢それぞれの特性を知っていただきたいと思っていますまたそのセッションの後半にはですね AWS アップランナーというサービスに関して話していきますがこのアップランナーが解決する課題や利用開始方法を知っていただき小さなところからでも皆さんのアプリケーションをアップランナーで動かすきっかけとしていただければと思っています。アジェンダ以下の内容で進めていきますまずはですねローカルで動くウェブアプリを AWS を使っていかにして世の中に公開しようかと悩んでいる。 本日題材となるシナリオについて説明しますそしてそのアプリケーションを AWS 上で公開する選択肢として検討したものその特性や利用するサービスについて解説しますで思いっきりこうネタバレしていますが、まあ、そもそもタイトルからネタバレさせていたのであんまり気にせずにいきますね、えー、結果としてこのシナリオでは最終的に AWS アップランナーというサービスに行き着きます 一体どんな特性を持ったサービスでどのように利用できるかを説明しで最後にまとめると次の一歩をどうするかとそれをそんな流れでいきたいなと思いますではまず本日の題材となるウェブアプリを AWS 上でいい感じに公開したいそんなシナリオを話していきますとあるアプリケーション開発者 A さんの話です クールなトゥードゥという Web、まあ、アプリケーションをですね、えー、お手元のラップトップ PC で開発しました。完成して A さんは大喜びですよね。せっかくなのでこの Web アプリを世の中にサービスとして公開したいとなります。A さんは AWS 上で公開しようと思いました。そこでふと考えました。この Web アプリケーション、どうやって AWS 上に実行すればいいんだろうと。 まずはこのトゥードゥーアプリの現状とやりたいことを整理します。ラップトップ PC 上にですね、インストールした Python、フラスクでこのアプリケーションは動いています。データストアは A さんが慣れていた MySQL を使いました。この同期的に動く Web アプリケーションを AWS 上にデプロイして外部からアクセスできるようにしたいです。アプリケーション開発者である A さんはインフラには疎くてですね、AWS も最近触り始めたばかりで、まずは 今の構成のままで手軽かつ運用負担の少ない形にしたいなと考えています整理ができたので今度は一体 AWS 上でウェブアプリケーションを実行する上でどんな選択肢がありそうか調べてみることにしますはい、ではこのアプリケーションを AWS 上で公開する選択肢として検討したもの その特性や利用するサービスについて解説していきますこの Python で実装した ToDo アプリを実行するコンピュートとしてですね仮想マシンコンテナベースそしてサーバーですこの3つの選択肢を検討しますまずは AmazonEC2 いわゆる仮想マシンを自身で起動してアプリケーションを実行するパターンですね、えー、左からですねアプリケーションロードバランサーまあ ALB と書いてますねというロードバランサーがトラフィックを受け取ってランタイムやアプリケーションを配置した EC2 が実際の処理を行ってデータベースとしては Amazon Aurora という RDB のマネージドサービスを使いますこれ図では簡略化しているんですが VPC というこうネットワークなど 様々なリソースがその他にも必要となりますこのパターンの良い,い点はですねいい意味でも、えー、自前で仮想マシンに自由にインストールしたり設定を変えたりなど柔軟性が高い点ですしかし逆に自前でやらないといけない分ネットワークも含めてインフラ面をコントロールするノウハウが必要だったり また自分でインストールしたものはもちろん自分身でこうメンテナンスをしていかないといけません。A さんにとっては少しヘビーな作業ですね。続いてコンテナ技術。AWS でいうと Amazon Elastic Container Service、Amazon ECS というコンテナの実行を管理するサービスで。 マネージドなコンテナ実行環境である AWS Fargate を使ってアプリケーションを実行するパターンです。ロードバランサーやオーロラはさっきと同じですね。AWS Fargate ですが、こちらを使うとですね、コンテナを実行するホスト、まあ、土台となるマシンですね。通常は EC2 インスタンス、先ほど出てきましたね、こちらになりますが、これをすべて AWS が管理運用してくれます。 お客様が考えるべきことはコンテナのことだけにできますまさにここがメリットでコンテナ特有の過半性の高さ複数環境にわたる一貫した実行可能性つまり環境依存の問題を減らすことができるメリットを享受しつつこのファーゲートによりホストマシンのメンテナンスから解放されるのがメリットでしょう。 ただですね、えー、コンテナ技術に慣れていればいいんですけども A さんはコンテナに慣れておらずコンテナ化を実現するにも少し手間はかかりそうなのが不安な点ですね。最後にサーバーレスアーキテクチャですね。AWS ラムダというサービスが、えー、バックエンドの関数としてありますがこちらはですねあるイベントこれをトリガーとして お客様が開発した関数ビジネスロジックをフルマネージドな環境で実行するサービスになりますここでは API ゲートウェイという API のエンドポイントに対する API のリクエストをトリガーとしてラムダをトリガーしているわけですウェブアプリケーション層としては静的なコンテンツを S3 にホスティングし REST の API でラムダをトリガーしてダイナモ m o d b という ここはです、ね、さっきの RDS と違うのは VPC ネットワーク外にあるサービスを使おうと、まあ、せっかくごサーバレスなのでということで運用性を下げようと考えましたいい点はラムダはこう、えー、マネージドな環境でビジネスロジックを実行できたりまたリクエスト数とコードの実行時間に基づく重量課金なのでコストが最適化されます。 メリット非常に大きいんですが、まあ、見ての通りですがアプリケーションアーキテクチャや実装を大幅に作り変える必要がありそうですよね A さんが手軽にできるかというと難しそうにも見えますここでですね一つ AWS におけるアーキテクチャの話をします AWS ではお客様のあらゆるニーズに応えるべく幅広い選択肢を取り揃えています 2022年7月現在 AWS には200個以上のサービスが存在しますこれらサービスをですねビルディングブロックのように組み合わせて作ることでサーバーレスで素早くアプリケーションを構築することができるのがこのサーバーレスアーキテクチャの一つ大きなメリットですただ今回はですね すで、えー、に作られたアプリケーションを実行したいというのがシチュエーションとなりましてビルディングブロックでの構築は便利な反面自分はアプリケーションを、まあ、決まったアプリケーションを動かしたいだけで、まあ、インフラ構成を作りたいわけではなかったり AWS おすすめの構成で構わないので、まあ、選択肢が多いんでね出来上がった状態のインフラが欲しいなと考えました悩みに悩んだ A さんはですね AWS ののソリューーションアーキテクトの方にに相談することししましたするとここに書かれているような A さんの要件を聞いた上でそれなら AWS アップランナーはどうでしょうと紹介されたわけですねまさに A さんが欲しかったのはこの AWS アップランナーでした。 それではここからはこのアップランナーについて一体どんな特性を持ったサービスでどのように利用できるかを説明していきたいなと思います。前のセクションで見せていたようにですね AWS のコンテナサービスとかサーバーレスアーキテクチャをベースとした構築ではですねネットワークコンピュートオーケストレーションでロードバランサーさらにはオートスケール CI、CD といったようにさまざまな AWS サービスを組み合わせてインフラを構築します要件に合わせて自由自在にインフラを作ることができる非常に柔軟性が高い方法です一方でですね部品となる AWS サービスを一つ一つ学びインフラを組み立てていくというのは非常に手間がかかる作業でもあります。 そこでこでのの問題を解決するたために開発されたのが AWS ア,、ね、アップランナーはまさに構築済み組み立て済みのインフラといえますアップランナーを使えば AWS のベストプラクティスが詰まったインフラの上ですぐに Web アプリケーションを実行することができますアップランナーはですねインフラや AWS についての経験がなくても コンテナ化されたウェブアプリケーションや API を簡単かつ迅速に AWS で上で動かせるサービスなんですアップランナー上にウェブアプリケーションをデプロイするにはまずですね動かしたいウェブアプリケーションがどこにあるかをアップランナーに伝えます具体的にはですね AmazonECR コンテナレジストリですね。のようなコンテナイメージリポジトリや GitHub のような、えー、ソースコードリポジトリを指定しますするとですねアップランナーが指定したソースコードリポジトリからソースコードを取得そしてコンテナイメージをビルドした後にアップランナーが管理する AWS インフラ上にアプリケーションをデプロイしてくれます こちららのコードから直接デプロイすする方法非常に強力ですまさに今回のシナリオのようにコンテナに慣れていないユーザーでもすぐにマネージドなコンテナアプリケーションをデプロイすることができますそしてコンテナイメージ、えーまあ、仮想マシンでいう、えー、マシンイメージと同じような感覚でいただければいいんですがこのイメージの管理の点でもセキュリティパッチにまつわる作業を低減、えー、することができます 現在はですね PythonNode.jsJava がランタイムとして提供されていますこれらの言語以外の場合でももちろん自身のコンテナイメージを使うことでアップランナーを活用いただくことができますまさにそのコンテナイメージレジストリーの場合も同様にですね アップランナーが指定したコンテナイメージリポジトリからコンテナイメージを取得してアップランナーが管理する AWS インフラ上にデプロイしてくれると非常にシンプルですし簡単に見えるんじゃないかなと思いますでデプロイが完了するとですねデフォルトドメインが自動生成されますのでその URL からウェブアプリケーションにアクセスしますと。 はいえー、ここからはですねアップランナーの代表的な機能を、えー、紹介していきたいなと思います1つ目は、えー、マネージドアップランナーを使えばインフラ構築やインフラ運用の必要はなくアプリケーションの開発と運用に集中できます Web アプリケーションをデプロイする際にこう作成されるネットワークとかロードバランサーのようなインフラはアップランナーが構築 運用までしてくれます実際利用者からはですねアップランナーが作成したインフラは見えないようになっていまして見えるのはこのコンテナインスタンスの集合だけです続いて自動デプロイアップランナーではソースコードやコンテナイメージの更新アップデートを検知して 自動ででデプロイを開始すすることができますコードパイプラインやコードデプロイまたはサードパーティー製品を利用しなくてもアップランナーを単体で継続的なデプロイが実現できます開発者がですねソースコードやソースイメージを更新しますとアップランナーがその更新を検知し 新しいソースコードやソースイメージを取得した後安全な方法まさにブルーグリーンデプロイメントでデプロイをしてくれますアップランナーはトラフィックサイズに応じてコンテナの台数をオートスケールしますオートスケールが最初から組み込まれているため 敷地コンテナの最小数最大数この3点を決めるだけでオーートスケールが実現できますこのようにですねトラフィックが増えていくとコンテナの台数を増やしますと反対にですねトラフィックが減るとコンテナの台数を減らすと。 分かりやすくてアップランナー上で動くウェブアプリケーションで標準出力標準エラー出力に入ったログと基本的なメトリックス例えば CPU 使用率や HTTP のリクエストカウントなどこれらを自動で収集されます。で収集されたログとかメトリックスはアップランナーのコンソールから確認いただくことができます。 またですね直近のアップデートになるんですが AWSXRay と統合することでトレースデータトレースデータというのは例えばある HTTP のリクエストの受け取りからレスポンスまでのこのフローですねこれをモニタリングすることができますアプリケーションログやリクエスト数などのメトリックスはですねアップランナーが自動で収集してですね して、えー、アップランナーのコンソールから、えー、確認いただけると、まあ、こんな形ですね画面で出てます続いてセキュリティに関してアップランナーは TLS を自動で設定そして各コンテナインスタンスは独立した実行環境で動くなど設計レベルで高いセキュリティを実現していますアップランナーにですね ウェブアプリケーションをデプロイするとデフォルトドメインが生成されるという話を先ほどしましたがこの URL はですねになりますアップランナーが自動でこの TLS を設定してくれているんですねそしてこのコンテナですが各コンテナはそれぞれ独立した環境で実行されるので 他ののコンテナからの影響を受けないセキュアなないい設計となっています最後にこれは直近のアップデートですがアップランナーではですね VPC コネクタというものを設定することでお客様の VPC の中にある RDS やエラスティキャッシュといったリソースにも接続することができます。 VPC とのこのネットワーキングがあるからといってこのコンテナ自体はお客様の VPC で動くわけではないので、まあ、お客様が運用する必要はないんですが、えー、さらにですね、まあ、エンドポイント自体もこれパブリックのままです。えーっとですねまあ、お客様の VPC にネットワークインターフェースを生やすことでここを経由してアップランナーのコンテナがお客様の VPC 内にあるリソースに接続できるそういうイメージです。 アップランナーのユースケースについても簡単に説明しますとアップランナーで動かすのに適したアプリケーションとして次の3種類が挙げられます。フロントエンドとバックエンドを両方兼ねるモノリスのアプリケーションシングルページアプリケーションやモバイルアプリケーションのバックエンドそしてマイクロサービスや API です。 アップランナーはですねスタートアップまたは新規事業はもちろんのことプロダクトの立ち上げ期以外でもですねインフラよりもプロダクト開発に集中したいようなシチュエーションで小さくそして長く広く活用いただけるサービスですではまとめですこの開発者はですね ローカルで動いていたクールなトゥードゥをそのまま無事アップランナーで実行できましたローンチ後も柔軟にスケールし継続的に開発していますそしてですね元が RDB で作っていたのですがアプリの特性上 RDB の機能性は特にいらないことに気づいたので現在ダイナモ DB への移行を進めておりこれが完了すると さっきの絵と違うのは VPC をなくせますとつまりネットワークっていうところを管理しなくてよくなるまさに迅速にスタートした上で継続的に改善に取り組むことができていますはい改めましてアップランナーはインフラや AWS についての経験がなくてもコンテナ化されたウェブアプリケーションや API を簡単かつ迅速に AWS 上で動かせるサービスです 皆さんがお手元で開発しているウェブアプリケーションをいい感じに AWS 上で公開する上で最も手軽に実行できる可能性がありますぜひ一度お手元のアプリケーションでお試しください最後に次の一歩ですが Apple Runner を手を動かしながら理解を深めるためのワークショップがありますのでぜひこちらにもチャレンジいただければと思います そしてえ今回のシナリオのようにアップランナーを利用し新しいサービスを立ち上げようとしているスタートアップの方も視聴者の中にはいらっしゃるかもしれません AWS ではスタートアップを積極的に支援しております AWS アクティベートでは最大10万ドル最低でも1000ドルから AWS のクレジットをスタートアップ向けに提供していますまたスタートえサポートを受けられるクレジットに加えて アクティベートの利用者に、さらに協業パートナーからの特典も用意しております。適用には各種条件はあるんですが、スタートアップの方で、まだ利用されていないという方は、ぜひお申し込みください。はい、私のセッションは以上となります。えー、皆様、ぜひ、お手元のウェブアプリケーションをアップランナーで実行してみてください。どうも、本日はありがとうございました。これからもお楽しみください。 ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日7月14日は AWS 導入の最初のステップについて AWS のエキスパートが無料でお手伝いさせていただくコーナーがございます。クラウド導入相談コーナーのチャットより相談希望と記載ください。公式ハッシュタグ AWS Builders をぜひご活用ください。このハッシュタグで参加した方同士で学びを共有し、 さらにに AWS を勉強するモチベーションにしていきましょうまた550以上の無料デジタルトレーニングでクラウドのスキルを身につけることができクラスルームトレーニングでさらに深く学ぶこともできます引き続き AWS ビルダーズオンラインシリーズをお楽しみください